こんにちは、ネモです。アナザーエデンやっていきます。今回はクレルボ君のキャラクエですね、やっていきたいと思います。古巣だった企業の活動というところでね、さあ行きましょう。で、クレルボ君はちょっとクリア前に、スキルを強化したいと思っていて、そうしないと、まあ、回復は正直追いつかんですね。で、マリルちゃんのマジックポイントがある間はいいんですけど、まあ、オーロラフォースかけてる段階とか、まあ、いろんなところでもう一人、まあ、しっかりと回復ができるやつがいればなぁという感じなので、クレルボ君を強化しに行きたいという感じですね。ほう、研究員だったんだね。変わった人間と付き合ってるな。その格好はコスプレかね。ほう、すまんがよろしく頼む。オッケー、了解。まあ一月でしょう、間違いなく。行きましょう。サブクエも越さないとな。結構本当にメインストーリー重視で進めていたので、何も終わってないですね、サブクエとかキャラクエとか。ほぼほぼ今の段階ではシュゼットのキャラクエを3個全部終わらせて、あとはマリエルが2つかな、終わらせてるだけですね。いた、思いっきりいるやん、研究員。挑戦か。なるほどね。守秘義務がありますから。うん、なんかきな臭い感じな。慎重に行こう。手塚みてえなやつだな。油断せず行こうってやつですね。あれかな？多分これを倒せばいいのかな。僕は戦いと得意な方だよ。お、攻撃力がなさすぎたな、さすがに。ということで、データは拾えましたね。うん、確かに。
話はそれからです。憶測で物を言ってはいけませんからね。何を始めるつもりなんですか。嘘つけ。なるほど。おそらく次のキャラクエでもう少し見えていくんだろうという感じですね。ぜひぜひ強い防具をお願いいたします。ステーキとかいらないから。はい、ということで一つ目はさすがにドラクショーでしたね。で二つ目に行くんだが、ガンマ区画ね。了解。では移動しましょうか。あれ今いる？いるな。じゃあどこなんだ？ここ。ない。あら？ちょっと待ってください。もう一回確認しますよ。エルジオンガンマ区画。ああ、出た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 。出て入ったら出ましたね。その価値は黄金よりも。クレルボの知り合いの研究者が非常に価値のあるサンプルを手に入れた。クレルボにも関係あるらしいが。じゃ、さっきの話続かないのかな？便利な手紙。うん、酒場に行きましょうか。いやでもさっきの部長の話めっちゃ気になりますね。続きないのかな？いた。友達少ないのに。ナチュラルと呼ばれる研究グループ。例のお宝が到着したのよ。
なるほどね。研究者の熱が第2区画。あ、マスターが空気読んでいた。うん。さ、エアポートに行こう。了解。貴重なサンプルを回収しましょう。結構遠いな。さ、サクサク行きますかね。いやでもこれで終わり ?3 つあるのかな、ちょっとわかんないっすね。貴重なサンプルにしてやろう。サンプルにしてやろう。なるほどね。た、大変だわ。げ。さあ行こう。いた。怪しい紫のマークが嫌がりますね。あ、誰かいる。怪しいな君。マスターの酒場のおっちゃんかな。不審な男。やっぱそうか、そうなんだ。強行手段を取らせてもらう。こいつらに勝てるのかよ。はい、勝てます。一瞬で嘘だろう。うん、返してくれればいいよ。確かに。オッケーですね。で、これで飛んじゃった方が早いかな。で、どっかいるでしょ。
見せてサンプルを。そうだね、ラウラドームで会いましょう。強い武器と防具の研究してくんないかな。自然か。なるほどね。うん、しっかりとやっぱ話が作り込まれてますね。で、これで終わったんだよね。星4は多分イベント2回だよね。はい、ということでこっちか。しっかりとスキル強化ができましたと。で、回復中の知性 20% アップですね。なので、魔術師系とかなり相性がいいんじゃないでしょうかと。いうところで、クレルボ君がしっかりと成長してくれましたと。これで先もうちょっと進めるかな。うん。で、まあ、他のメンバー、あとは多分マイティ君をやればいいかなと思っていて、あとはクリア後に、ちょっとお楽しみ要素として。進められればなぁなんて思ってます。シオンとあとは、ロキドは2人ともレベル4、まあ星4なので進めても多分途中で止まるのかな、かレベル50いったら3回目のクエストが踏めるのか分かんないですけど、そのあたりもちょっとやりながら見ていければなぁと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆さんのライクボタン、コメントお待ちしております。また、ツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。